も哲夫さん、おはようございます。ご指名取り来ましたよ。いや話し合いだね。ええ、わあ、綺麗さ出ますね。口なね、これ。そうなんですか。せっかく聞いたいだのに。昨日もやってたの。昨日夕べこれ、夕べ来てもらった。戻った。四分でやった。あ、本当。ほら、いつ月の思いだみんな。ああ、まあ。あ、いやね。山手の方がいいかな。今年はね。山手いいですよ。うん、細い方がなんぼか。ねえ、今結構行ってんねやくりゃ。うん。うん、結構開けてる。いや、これ見ないんだから。うん。下はいいのよ、みんな。うん。結構よ。結構さ、ここにするのは気が無視。今日3回目ね。今日3回目 ?3週目ってこと ?3 回目。うん。3回目って決まるのよ。同じとこ3回もあるの。うん。3日間。すごいね。それぐらい手間かけねばなんないってことだね。どこつけたか覚えてんの？どこカフつけたか覚えてんの？かんよかん。こっちむずよ。おじんぐれたらこうやってやってかんよとはすぐさねえの。入ってるあの草刈りはやってるのはどこのすんだから。え、どこの草刈り、うん、何したの。十チンバンだかなんだかさ、草減ってやすい草刈りだって。何で守るって。え、何て言ったの。誰言ったってや。他の人が出張ってたって。うん、うん、見せたの。何やったことなんだ。俺がやったのもあるし。下がるで、やっちゃうじゃん。うん。何守る。何守る。何でもあげるんだよ。栗の草が出がちがるじゅのよ。うん。水量前だから草やるとかやねんとかやねん。うん。で、瀬戸さんも今度草刈りの手とこも取りますか。いらね。いらね。瀬戸さん、真面目さが伝わりましたので、うん、また後から来ますから。もりもりもり草の歌。え、桜もなってきた桜もこんな小僧にてひなきゃ。なるでしょ。なるでしょ。瀬戸さん、なんで時計ないでしょ。だって何時計ないんだ。じゃあね、瀬戸さん、負けちゃうよ。真面目に見せようとしてんの。うん。